広島東洋カープ U 練習場。広島東洋カープ U 練習場は、山口県岩国市有町にある野球場。広島東洋カープ2軍の本拠地球場及び練習施設で同球団が運営管理している。単に、有球場という通称でも呼ばれる。広島の2軍は1992年、平成4年まで、広島県福山市にある常石スタジアム。 広島に軍本拠地時代の名称は、魅力の里上勝寺球場を二軍の本拠地とし、ウエスタンリーグ公式戦などを開催していた。これはかつて広島より、西の福岡県に本拠地を置いていたクラウンライターが西部に身売りし、1979年、昭和54年から本拠地を埼玉県の西部球場を移転して以来、広島が国内では最も西に、 本拠地を置く球団となり、また当時のウエスタン所属6球団は、広島の他に、中部1、中日、関西4、近鉄、南海、阪神、阪急と関西に集中していたため、これら多球団の移動の便を考慮して、県東部の福山で試合を行っていたものである。しかし、魅力の里は、広島に軍船主領のカーサデカルピオ、カーサディーアイカーペオ、大の寮がある。 最期軍大野町、現、2日市市から遠く、試合のたびに長距離移動を余儀なくされていた。また、1989年、平成元年には、南海が福岡県に本拠地を移転して大栄となり、必ずしも、広島伊藤のチームだけに便宜を図る必要が薄れつつあった。また、当時球団が所有していた練習施設は、広島市民球場。 閉鎖のほか、広島市西区の三崎寮、閉鎖にある練習場、大野寮にある屋内総合練習場だけしかないなど、練習施設が不足しており、取り分けた球団と比較して、ファーム施設に対する設備投資が遅れていることが、問題視されていた。また、広島は1980年代後半の一時期、二軍の本拠地を、広島県内とは別に、 別途関東地方や東北地方にも設ける構想を持っていたものの、これも結局実現には至らなかった。こうした事情から、球団自前の練習場を設ける必要性が生まれ、広島県呉市、山口県柳市、同じく山口県の久賀郡有町の3カ所が候補地となり、検討の結果、土地取得費が安く練習場が広く取れること、 気候が温暖なことから友長が選定された。球団役員に友長に工場を構える松田関連企業の社長がいたこともあって、計画は順調に進展し、1991年、平成3年3月に着工2年も経て1993年、平成5年3月に友練習場が完成、会場、広島に軍本拠地は当練習場に移転した。 以後、広島二軍のウエスタン公式戦や教育リーグ、練習試合などは主にこの U 練習場を中心に開催されるようになった。広島二軍の春季一時キャンプと秋季キャンプも当練習場で行われている。2018年の春季一時キャンプは改修工事の関係もあり、同じ岩国市に完成したアタゴスポーツコンプレックス野球場、キズナスタジアムで実施されている。 基本的に、広島の二軍練習場としてのみ使用されることを前提に設計されており、一軍公式戦やアマチュア野球など、広島二軍以外が使用することを想定していないため、観客席は内外野とも芝生席となっている内野芝生席のみ解放。外野芝生席は、整備不十分のため閉鎖されており、立ち入り不可。ただし、球場周辺を、 コンコースで一周できる設計になっているため、通路から観戦することは可能。バックネット裏には管理棟が設けられているが観客席はなく、一般客は立ち入り不可となっている。また、u 球場で開催される二軍戦は、練習ではお金を取らない方針のため、原則として入場無料である。ただし駐車場は有料。 2016年までは500円2017年から800円に値上げした。観客用の出入り口は3塁、側スタンド後方とレフトスタンド後方の2カ所。グラウンド出入り口は3塁側に設けられており、3塁側場外にはサブグラウンドと投球練習場がある。このため、試合開催時のダンクアウトは移動距離を考慮して、ホームチームである広島が3塁側使用し、 一塁側をビジターチームが使用する。ただし、松田スタジアムや地方開催でのホームゲームでは一軍と同じ一塁側を使用する。ファーム本拠地球場の中でも特に交通の便が悪い。下記のように最寄り駅からのバスは1日6便しかなく、ダイヤについても広島に軍船の試合観戦向けの配慮も特になされていないため、実質的には自家用車を呼びタクシーしか。 アクセス方法がない。また、用意されている駐車場は、改修によって、収容規模が120台から400台に拡大されたものの、それでも十分とは言えない。飲食についても、2016年までは、球場内に常設の売店がなく、飲料の自動販売機が設置されているのみで、さらに球場周辺には、コンビニやスーパー等がないため、 有益周辺等で事前に購入する必要があり、不便が生じていた。それでも入場料無料であることに加え、近年は、広島の人気が高まり、地元店舗の協力を得て飲食物のワゴン販売、移動式が始まったことなどから、2010年は15,278人、2011年は26,648人、2012年は26,615人、 2013年は25,659人、2014年は35,781人、2015年は43,848人、2016年は42,249人と、いう練習場を訪れる観客は年々増えつつある。こうした背景から2016年に、バックネット裏管理胸の裏手に、新たなトイレが設置され、1993年の、 開場時から2015年まではセンターバックスクリーン後法に一箇所あるのみであった。なお、センター側のトイレについてはオープン時から変わっておらず、現状改修の予定はない。2017年からは旧ビジターチーム用ロッカールームを改装した建物でも地元物産品等を取り扱うようになった。2016年までのグラウンド面積は16,010メートルと、 野球専用球場としては、千葉マリンスタジアムや、札幌ドームより10%も広大であるのみならず、メジャーリーグ一広いクアーズフィールドよりも15%、回る広さを誇っていた。これは2軍選手を鍛えるため、バッティングケージを同時に3つ並べて、打撃練習が行えることを大前提とし、かつキャッチャーフライの補給練習等を重視したため、ファウルエリアを可能な限り広げたことに由来する。 だが、あまりに広すぎる、ファウルエリアは、練習場としての設計なので仕方ない面はあるが、感染環境としては失敗だったと、松田元、広島東カープオーナーが認めており、その教訓は、松田スタジアムの基本設計に反映された。なお、ファウルエリアについては2016年シーズンオフの、改修工事にて、やや縮小された、詳細は後日前日の通り、 有球場で行われる二軍戦は練習と位置づけているため、ラッキーマナに球団応援歌を流すなどの演出は行っていない。2010年代になると会場から20年経過したことと相まって施設の老朽化が著しくなり、2011年には当時選手会長だった東出明博が、 契約公開の席で、王の室内練習場ともども練習施設の改善を訴えるなど、改修を求める声が上がるようになった。2014年には、スコアボードの更新、電光掲示板が、2015年には駐車場の舗装と、トイレ増設など、部分的な改修が行われたが、2016年、シーズンオフからは3年計画で、本格的な改修に着手している。 主な内容は以下の通りで3年間での総工費は約3億8000万円。なお、球場を開場時には施設の近所に2軍船手寮を建設する計画もあったが、これは実現には至っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。